法輪進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武太です。よく数学を勉強している生徒さんから模試だったりとかで、これ見たことある問題だなと思って解いたら違う問題だったみたいな。そのあるね、うん、これだと思い込んだけど違ったんだみたいな、ある意味先入観で解いちゃうみたいな。まあ僕もでもありますけどね、受験の時。ありますか、うん、この悩みって結構聞くんですよ、うんうん、そういう時ってどうすればいいのかなと思って。まず聞かれるのは、それは勉強している人がゆえの悩みだからいい悩みだと思いますね。まあそうですね。そう。で、その上で、まあ何が原因で何が解決策かっていうと、うん、原因としては、例えば数学とかだったら、例えば整数問題とかで、合同式使ったらこの問題解ける。合同式使ったらまた同じような問題解ける。合同式使ったらまた解ける。なんで、例えばこういう式が出てきたら、これは多分合同式でしょっていう思い込みが入っちゃってる。まあそうですね、あのパターンだみたいな。そう、本当は素因数分解系にするパターンとかでも、なんかこう自分の中ではこういう形の整数問題出てきたら合同式使ったらなんか解けるんじゃないみたいなのが、こう繰り返し経験したからこそ、整数問題来たら合同式でしょっていう風になっちゃうっていうこと。一番いいのは、そもそもどうしてここに関しては合同式使ったら解けるのかなっていう風に冷静にこう客観的にちゃんと分析して一般化していくっていうのが一番いいんですけど、まあとはいえそれって結構ハードなことだとは思うんですよ。まあそれできる人はいいですけど、できない人の方が多いと思いますし、それできなかった時はどうしたらいいかって言ったら、やっぱいろんなパターンを経験する。だからなんか似てるような形とかでも、例えばこれだったら素因数分解系で解いた方がうまく経験解けるなっていうことを経験しておくと、やっぱその脳が変わっていくじゃないですか。そうですね。そう。なんで、こういろんなパターンの問題を解いていくってことですよね。まあ、具体的には、例えばチャートとか、なんか地下とかスタインとか、うん、その辺とか割ってる人とかの今悩みだと思うんですよね、数学で言うと。うん、でそこで、なんかこう自分が思った問題と違ったっていうのは、本当は解けるはずなんだけど、違う問題のパターンだっていうふうに認識しちゃったってことなんで、いろんな問題をこうランダムにこなすことによって、その自分のこう認識のズレっていうのをどんどん修正していくっていう作業は、これは僕ちゃんと調べて神経科学とかでもはっきりもう証明されているような話だったりするんで、神経科学というのはいわゆる日本でいうところの脳科学というやつですね。で、まあ一番お手頃なのは、僕好きなのは大学の数学シリーズの日々の演習とかスタンダード演習とかベーシック演習みたいなページがあるんですよ。こう日々の演習っていうページがあって、どういうのかっていうと、最新の入試のものから結構良質な問題を20問ぐらい選んで載せてくれてたりとかするような問題のページなんですよね。そこを解くと、例えば普通の問題集だったら、例えば数列だったら群数列とか、あるから、最初から群数列だって分かって解くわけじゃないですか。あ、そうですね。じゃなくて、こう、ランダムに、こう、質のいい問題が並んでるんで、どのパターンかなとか試行錯誤しながらやっていけるんで、こうどん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 、あ、このパターンは、僕は合同式と勘違いしただけど、そういう数分解なんだな、みたいな修正がどん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 。いや、それめっちゃ大事ですね。めっちゃやらしましたもんね。いや、チャートで、やっぱり群数列って言われたら、群数列モード入るんですよ。まあ、そうですね。群数列モード入ってなくても、群数列モードに入るにはっていうのが、やっぱ大事ですから。ちょっと話、まあ、それてるわけじゃないですけど、結構頭が痛いあるある話としては、はい、英文法悩んでますみたいな中学生とか、絶対夏休みに来ていただけるじゃないですか。まあまあ、毎年いますね。で、文法やるじゃないですか。はい、ちょっと演習させると、2のとこだから、絶対これ全部2でしょ。いや、まあ、ありますよ。そういうことやるから定着しないんだとか、いうやりって必ず毎年ありますよね、なんか。減税関連とか全部ハブつけとく。そう。まあ、それだけは、ちゃんとこういうことやらないと自分食べられないからね、みたいな話しながらやりますよね。まあ、でも同じことっすよね。同じことっすね。と、うん、いうことで、まあ、日々演がそんなにこう、問題が重たくなくて、僕はちょうどいいかなと思ってて、僕は受験生の時は、日々の演習とか、まあ、3時間ぐらいかけて、1ヶ月分、終わらせたりとかしてましたね。うん、まあ、あと、まあ、ありきたりですけど、逆にありきたりの方がやりやすいと思うんで、全国過去問集みたいな。うん、やつとかで、ある程度質の高い旧帝大とか、そこそこの地方大とかの問題適当にピックアップして、その1年分セットで解いてみるみたいな感じですね。僕、一浪した時とか結構時間あったんで、もう多分ほぼ一冊やったんじゃないですかね。すごいです。最後やることないなと思いました。でもこれ最近の流行りとかも分かりそうでいいっすね。ああ、そうそう。結構数学に限らずですけど、特に数学とか意外と入試問題の流行りスタイルあるんで、うん、割とやっぱ最近のものやっといた方がいいっすね。うん、例えば東大のすっごい昔の過去問とか解いてる人だったら、勾配の問題とか出てきて変な問題出すなと思ってるかもしれないですけど、それ実は当時の流行りだったりとかするんで、やっぱ最新の流行り掴んでおくためにもやっといた方がいいですね。
今だったら結構 N 進法とかもそうですし、あと結構整数だと何回割れるかとか、ちょっと流行ってきたりとかしてますし、あと結構指数とかも、割とこう、指数対数表とか見ながら、これ2つダメいくつでしょとか、ちょっと最近出始めてますよね。そういう流行りとかあったりとかするんで、押さえておいた方がいいですね。メインは数学で話してますけど、別に英語とかでも全部同じ話かなと思います。うん、そうですね。そう。なんで、とにかく、たくさん入れてるよっていう人は、入れてるだけだと実験って終わらないんですよ、うん。いろんなものをランダム練習してアウトプットしながら自分 の, 認識の誤差を修正していきましょうねっていうことですね。うん、いや、めちゃめちゃ大事。フィードバックはめちゃめちゃ大事です。そうですね。そう。逆にせっかくいろんなことを勉強してきた人ゆえの悩みなんで、ちゃんとその努力を生かしてほしいからこそ、それを実践してみてほしいなと思います。間違いないですね。そうですね。絶対にそうすれば実るはずなので。実るはずです。うん。実らせましょう。ドーン